サイト、あ、ごめんなさい。だよ。なんだよ、サイって。僕やらせてもらっていいですか。あ、はい、ということで今回もですね、ドラゴンクエスト11実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、来ましたね。まあ、びっくりマークがあるところに、まあ、素直に行けってことは分かりました。びっくりマーク。こっち取ってなかった。でさ、始める前にさ、今更なんだけど、ドラクエといえば話すじゃん。これ喋るね。喋るんだよね。ねえ、青さんってさっき卵の形したものが、崖を登っていくのを見たわって、もし迷ったら、ああやって、崖を登ればいいかもね。なんかね、さっきはね、凶悪なヘルコングが集まる恐ろしい何か世界のどこにあると書物で読んだことがあるが、これめちゃめちゃ教えてくれんじゃん。まあ、ここだということは間違いないよね。マルティナ、待って、さっきね、なんだっけな、シルビアじゃなくて、あれなんだったっけな、セーニャではなくてカミュがさ、いや、もういいや、いいや、カミュがなんか言ってたんだけど、もういいや、忘れちゃった。もういいや。あ、待って、ライリいいか、A っていつなんだろう。手に入れる。A って、これ待って。なんで、あ、いけんのか。ここでやることによって何もないのか。キャンプをやめる。これすまって。あ、喋れんのか。そっか、喋れんのか。この谷はお宝がありそうだ。待って、なるほど。同じこと言ってるわ。多分。なるほど。話すが、このキャンプでの会話なのか。 OK、 よくわかりました。今更。さあ行きましょう。会長が許して、会長が行きましょう。ね、光ってるね。上がれない、上がれないのか。やっぱちょっと、やっぱ 2D でやるとちょっと面白くない。なんかまた新たに面白い感じになるよね。聖なる色、誰も使えないね。マルティナロー、セーニャロー、は同じのしか使えないね。勇者の、まあ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 、普通に、じゃあガンガン行こうぜでいいかな。じゃあ戦う、いきます。 OK、 強い。なんか、なんかほんと何回も言うんだけど、会心のあれさ、命中率すごくね。ちょっとすごすぎやしませんか。ここ多分登るんだろうな。見えると、これを登るのか、こっちも行けんのか。あ、行けた。ダンジョンになっている。なんかさ、マージインプ、なんか初めて見た。あれ、こんなやつ見たことない。あ、80弱。ちょ、雑魚。雑魚だな。えらい弱いな。あれ、なんかさ、壁登るやついたじゃん。あれも、あれなんだろう、なんだろう。待って、行こう。やっぱいいな、 2D でやると。また 2D がたまらんね。たまらんね。 2D がたまらんのだが。 OK、 強くなったね。あれ、武器買ったんだっけ。結局、アオさん忘れちった。前回のことだにもう忘れてしもたんだが。480ロー、レベル上がった。いいね。あのね、シンボル、おー、見た。え、ベホマラーってローの方が早かったんだ。待ってこれ、いいえ、待ってこれ、え、ベホマラーってロボが早かったの。もうロー絶対いいじゃん。セーニャ、あ、これでいいじゃん。え、一番最初にベホマラー覚えるのロボさんだったんですか。先に、多分ここヘルコンドル強いと思うんだよな。ヘルコンドルでしょ。いや、めちゃめちゃ強いよね。よかった、ベホマラー来た。まあ、レベルも気がついたらもう30なのか。頑張ってあげたね。上がってきたっていうか。いや、だから、なんだっけ、シンボルエンカウントだとやっぱレベル上がらないね。上がらないねって言ったらあれなんだけど。あれ、どこにいるの？あの、登ってくれるやつ。いないんだが。ここなんかもっと広かったような気がすんだよね。ジバリア。ヒップアタック。鋼鉄やからな。ここベホマラー持ってる。もうベホマラーあったら完璧だね。あとセーニャ、まだベホマラー入れてセーニャがいらんくなってくんのかな。ちょっとね、そうすると神の、待って、神、待って、いいや、待って、作戦ほぼ満タン。 OK、 やっぱ 2D だからさ、全くわからんから、全く新しいゲームみたいな感じしない。
どこだ、まだそこ、ん、来た、連携いいか、一匹がどっちかわからんのだが、ま、真ん中のやつにぶち当てたいんだけど、どっち、まあ、ここでいいや、連携、いた、来た、来た、31、104、31の方弱すぎだろ、早すぎだろ、31の方、OK、爪の方が強いのかな、22、やばい、楽しい、楽しい、いや、2D かな、2D、いや、でもそう思うと、いや、ちゃう、おっと、乗り物乗れるようになった、来た、ちゃ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 、ん？どうやって登んだ、これ、ここさ、あ、いけるわ。ダメだ。あ、宝箱あった。やばい、小さなメダルゲット、あ、それいいんだが、それはいい、待ち、待て、今入ったりついでにいいや。スキルパネル、青さんがそろそろ覚えてはくれません。マルティナさんも OK で、ローが11で、まあ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 、使いましょう。下に行かなきゃ無理なのか、爪。これなんだろうね。これなんだろう、セーニャ。まあ、いや、セーニャじゃなくて、シルビア。シルビア何に振ってったらいいのかな、ムチにそろそろ吹いた方がいいのかな。器用さ20。これなんだろう、これ。これ一発やってみようか。来い。なんだろう、これ。ゴールドシャワー。これゴールドシャワーって結構強かったよね。俺が覚えてんだ。なんか強かった。なんかこれ強えな結構って思ったような記憶があるんだよね。あ、OK。OK、ベロニカ。祝福覚えた。まあ、なんだかんだ言って困った時には使った。カミューだよ、カミュー。さあ、二刀流まであともうちょっとでございますよ。来ますよ。ブーメラン2個使おうぜ。よしよしよし、そん時はカミちゃん頑張ってもらおう。待って、いいや、よし、行こう。で、どこ、あ、また倒さなあかんのか。待って、いた。なんか、まあいいや、目に見えていないのか、乗り物たちは。倒さなあかんのか、やっぱ。まあ倒すの、まあまあ目に見えても倒すけど。ヒップアタック、なんか敵が弱いな。これあれなんだろうね、別にいつでも来れた、まあ来れたことは来れたのか、フラグとか関係ないもんね、ここね。37、魔物の胸をやっつけた。511、宝箱、ガマの油、レシピが全然ねえな、もうちょっと調べたらダメだな。いい、まあ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 、オッケー、まあ手に入れるだけ手に入れていこう。あ、階段がある。なんだこのむき出しの階段は、一体お前はどこにいざなってくれるんだ。この階段のがよくわからんのだが、あの階段一体どこにいざなってくれるんだ。おかしくねえか。あ、なんだっけ、ドラクエ6のさ、なんだっけ、あのフィールドにさ階段が出たと思うんだよ。あれと同じぐらいだよね。だからフィールドに、だからいきなり階段が目の前に、どこに行くんじゃこれ。あれ面白かったな、6のあの階段面白かったな。あ、ダメ、いない。上に行くのか、下に行くのか、さあどこ。いやー、この敵がいないんだよね。あの、なんか四つ足のさ、なんかスカルなんとか的なやつがいるんだよ。あいつだと思うんだよね。あいつが出てこないね。あ、やっぱちょっと 2D の方が、わざわざ戦いに行こうって感じをしなくてもどんどん出てってくれるから、まあいいっちゃいいか。まあいいや、今ダジャレっす。まあいいか。きたー、光ってないとダメなのかな。ドラゴン入り、読み送り、おお、すげえ、強え。なんか新しい技が強かった。41、火炎吐いた、強いな。2パターンいるのか。回収抜け、206、降参0の検知を獲得。さあ乗れるようになった。 OK。 すげえな、怖っ、気持ち悪、気持ち悪。なんか家にたまにいるちっちゃい雲みたいないるじゃん。ちょ、これどうなんこれ、こう、気持ち、可愛くはないよね。おぞまし、待った、あそこなんかあるな。ここはなんだろう、
何のために来てんだろう、わかんねえな。このマップってさ、あとあとさ、これのなんかちょっと特殊なとこ行くじゃん、一番最後の方の。それでもわかんねえや。やっぱ 3D と 2D でマスで行くのもなんだかわからなくなるね。わかんねえんだけど。バタク100ドラゴン切り28ドラゴンパッケージをやっつけた。オッケー、行こう。で持ってこっちか。あ、登れんのかこいつ、すげえ。ちょっとした壁でも全部登っていくんだけど、こいつすげえ機動力半端ねえ。機動力、あの壁どこでも、あれそんな感じだったっけな。あいつめちゃめちゃ足が速かったってなんだろうか覚えてんだけど、なんとなくね。プラチナ攻撃、あ、攻撃じゃないわ、なんだプラチナ攻撃、あ、祈りの指輪だ。あそこ登れんのか。あ、そっか、あれで登ればいいのか。オッケー、まあ先にちょっとちゃちゃっとボスだけ倒しに行くか。そうすると多分次が雪のとこ行って、雪のとこの先があれなんだよね。雪のとこの先があっちなんかあんのかな。ゴールドないな。黄金城だったよね。黄金城がちょっとあってあったな。ドラゴンギリ100ナイス。ドルマ63強いな。11倒した。なんか強いな今の。気しない、気のせいで持って作戦でほぼ満タン、便利だねほぼ満タン。あ、やめて、ちょっと待って、避けるしないで。来た。これはエリアチェンジで変わってしまうのか。あ、変な声で散った。あ、変な声で散ったよ。ここでもいないんだよね多分ね。結構ま、あーし、え、ちょっと待った、戻った方がどっちが早い、どっちが早い。どっちが早いかな。斜めに走ってったらこっちの早いって。ちょっとおぐるぐる回ってるだけじゃねえか。ちょっとボス見に行こう。ボスちょ、マルテの MP がないな。レベルをそろそろ上がってもらわないと。どこだ、どこら辺なんだろう。さっきのあれか、ジャンプするところか。なんか結構上の方だったよね。上の方だったんだけど、ここのマップは覚えてるんだよ。昔あの生放送とかでもここでなんか遊んでたような気がするから鮮明に結構覚えてるんだけど、 2D だと全く分かりません。ちょっと 2D だと全く分からんのだが。 OK、 これでいいや。上行って、こうマップないんだね。よし、 OK。 まあ敵がそんなに強くないからさ、まあいいんだけど、毎回このさ戦うところのさ、このなんつうのログのところの真ん中にさ、リュック背負ってるローがちょっと見えんの可愛くね。ちょっとリュック背負ってるローがちょっと可愛くない。さあ、せい28になった、28になった。せいには先にちょっと、お前クリクト3枠なのにもかかわらずなんかベホマラローに先越されてんぞ。ほんと、あ、ちょっとなんだ早いな。待てよ、ちょっとさすがにボスまで倒さないと。81キャダルコ49、56、いけんのか。バギマか、またあの聖夜のバギ、あのバギ系のあれがまた出てくるのか。もう今回は検証しないよ、今回はもういいでしょ、今回やんないからね。 3DS 版は多分誰かがやってたでしょ。待った、これ上下か、これどうしたんだっけ。ここ乗れるのか。魔物の群れが現れた。あれ場所がわからんね、場所がわからないよね。さっきの卵ボールさえいればこっち行けんのかな。 OK、 卵ボールこっちだもんね。やめて、卵ボール出ておいで。ちょっとヤンガスの口笛的な。よーっしゃ来た。え、どこだろう、上の方から。さっきどこ間違ってんのかな俺。あの洞窟のとこ違う、洞窟あれか。さあ、シルビア28になりました。
もう味噌じまいだね、味噌じまい。いいえ。下乗れになった。よろしく。下降りれんのか。オッケー。ちょっと待った。よっしゃ、宝箱これで俺取れんのね。オッケー。いいんじゃない。いいんじゃない。マルティナがちょっと、マルティナの MP が死ぬほどなくなっていくんだけど。31、30、51か。43。手にはいいね。50。いいね。グループ攻撃こんだけできると楽だな。ローのベホマラーもあるし。行こう。多分、待った。イカズチのレシピ。イカズチのレシピだって、雷を宿す、なんちゃらかんちゃら、なんとかブーグって書いてあったね。オッケー。こっちから回ってくるのかな。宝箱があるな。待って、これこっちからしか登れないのかな。全然ボス戦にボスのとこまでたどり着かないんですよ。あれどっちから行くんだこれ。案外最初から間違ってるとかあるかもね。あが最初からこっちはあのアイテムをなんか見つけるルートっていう。さあ29になりました、ありがとうございます。まあ、レベル上がるね。こっち 2G の方がやっぱ上げられ、うん、1足りないんじゃないですよねー。ですよねー。オッケー。癒しそう。だからこれなんかあったかな。どっち行ったらいいのかわからん。待った。後ろに。ああ、今わかるでしょ、わかるでしょ、わかるでしょ、思い出した。なんかあったよね、そういえば。ベルコンド忍者。なんかクエストになだっけ。なんかのクエストでなんかなかったっけ。あったよね、落としてたホワイトパール。もうそれでパールでどうにかならんのか。パール当番は違うのか。やっぱりイカズチの玉、まあ、なんかレシピで使うんだろうな。結構エンカウントきついよね。こっち結構強制だから、まああれなんか結構なエンカウントですねこれね。やべ、ロールが死にかけてる。ドンバギマ65、ナイス、ありがとうございます。さあ、でもって道がわからんのだが、どっちだ、上に行けるとこでもないよね、もうね。やっぱローが死ぬかもしれん。ベホイミスライムっていたっけ。いやいや、あれ他の作品でベホイミスライムっていましたっけ。ベホイミスライム、こんななんか汚い汚いわ、およけだ。こんな色のやついたっけな。50。ベホイミスライたちをやっつけた。行こう。でもって作戦でほぼ満タン。オッケー。あ、やめて、悲しいじゃん。悲しいじゃん、一緒に行こうよ。あれどこだ、上でいいのか。あれどこ、あ、待った、わかった。これもうそのまま右じゃないのかね。そんな気しない、なんかそんな気しない。一番最初から道が、そのパターンもあんのかな。あれどこだ、行けてないとこあるよね、どっかね。55、強いね、バギマン。よかった、ここの敵弱くて。これさ、ちょ待って待って、わかった。これコマ右に行くんじゃね。ほらほら、きたー、こっちだ、間違いない。作戦こっちだ。久々でいいいいか。まあ、よしとしよう、よしとしよう。あ、待った、これで倒せんのか。やめて、75、80で無理か。シャダルコ、セーニャがバギマン、いいね、いい感じじゃない。ちょっとまあまあそん、いやーやべ、全員やばいな、全員、わあ、なんかやってる。オッケー、まあいいや、やばい、ベホイミ使われた。オッケー、割れてない。オッケー、お、暴走した、バギマが暴走した。オッケー、114やっつけた。よし、行こう。722、サベロニカが30になった。
こう結局俺一軍何使ってたのかもう忘れてんだよね。もう一軍さあ来た。待って宝箱だ。2個ある。やめとこ。死ぬほど怪しくね。俺死ぬほど怪しいよね。お、はやぶさの爪だって。なんだはやぶさの爪。はやぶさの爪だ。あ、なんかあ、5000ゴールド。おっと、お金持ちになってきたね。お金持ちになってきたね。いい金策とかあるのかな。俺未だにエイトのいい金策を知らんのだが。いい金策を。92か。よし行こう。さあそろそろじゃないかな。さあ神がレベル30になりました。神ちゃん来ましたよ。5か。はい、そうすいけんのかな。いや、あと1、あと1、あと1。楽しみにしましょう。二刀流、神ちゃんの二刀流解禁まで魔法の施設 4個。きった。思った以上に早かった。いきなり、いきなり頂上だ、頂上に来ているわ。待って。作戦、メンバー入れ替えです。青さん、シルビア、ロー、セーニャで。いや、違うんだ、聞いてくれ。聞いて。マルティナがね、MP がないんだ。オッケー、行こう。あ、使う。まあ、別にか、キー、何してきた人間め、このお宝渡せないと、出ていけ、出ていけ、キー。結構喋るね。すげえ喋る。さあ来た。魔物の群れが、青さん。聖なる祈りってあれだっけ。回復と魔法力を、回復力と魔法力をかなり上がる。守備力か。まあ、先じゃあこれを一回撃っちまってもいいかもね。あ、やべ、ガンガン行こうぜになってる。やめて。やめて。ローはベホマラ打たせよ。打たせよ。打たせよ。72。72。オッケー、待って。で、作戦で、ちょっと、命令させろに変えといて、で、戦うで、青さんが、はやぶさ切り、かな。一匹ずつ倒していこうか。特技、ハッスルダンス。で、呪文はいらない。ベホマラーってどれぐらい。結構使うね。32も使うのか。32は結構強力じゃないですかね。32、癒しの雨。これ癒しの雨、いや癒しの雨でいいんじゃない。もうやめとこう、やめとこう。で、セーニャが呪文でちょっとスクルートあたりいっとこうか。 OK。なに？なんだあいつら、ふざけやがって。そう、俺ハッスル、ハッスル。ちょっとあいつらふざけてない。あいつら、あいつちょっとふざけてない。あいつベホマラ使ってんだけど。シビラカップ、シビラカップ、シビラカップ、いいんじゃない。いいね、いいね。よし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 。連携、シルビア。なんだこれ、どっちだ。うん、ま、これいいや。で、青さん特技で、まあ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 、周りの大丈夫でしょ、周りに。いや、そのパティもあるのか。特技、風系だから、普通に攻撃する。 OK。 特技じゃなくて、半分以上でシラキラスポーンはいらないから、呪文でピオラ、ピオリも入れとくか。 OK、 よし行こう。どんだけ出る。いちいちし、ナイス。オッケー、いいんじゃない。いや、余裕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 。いける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 。これはいけるわ。オッケー。すみません、上がった。いいね、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、ガンガン行きましょう、ガンガン。戦う。真ん中のやつがもしかして生き返る可能性もあるんで、ちょっとやめときませんか。12、ハッスルダンス有能すぎない？12しかか。特技、呪文でもう一回スクリート。オッケー、行こう。42。やべえ、ベホマラ使われてる。オッケー、26。なんかね、ハッスルダンス踊った。違う、違うんだ。バイキルドがマラなのか。バイキルドがね、マラなんだよね。呪文、バイキルド誰か持ってないのかな。少
車あげるだけだもんね。で、青さん、ロー、何もないもんね、特技ね。まあいいや、これで。で、呪文でもうないね。マヌーサ、ピオリム、オッケー、しご、あんま変わらんくね、受けるダメージ。少し上がった、ありがとうございます。かなり上がった。まあまあこれでいいでしょう。オッケー、28。あんま強くねえな、あんま強くないね。戦う、前回やってるの覚えててほしかったね。あの、なんだっけ、6あるじゃん。あ、8か。8はもうほら 3DS 版前回やったの覚えてくれるじゃん。で、呪文でいっぱいは残っているから、どうしよっかな。バーギーマン、オッケー。行こう。あ、暴走してる。縦で弾いた、ナイス。いいね、いいダメージだ、いいダメージだね。バーギーマン81、めちゃめちゃいいダメージだね。まあ、よし、かなり上がった。いいんじゃないでしょうか。戦う、待って。はやぶさ斬り、特技何しよっかな。皮膚奇芸、オッケー。で、攻撃、呪文で誰も回復しなくていいのかな。まだあれか、これもしかしてあれなのか、周りのヘルコンドが弱かっただけで、あいつやっぱ強いのか。オッケー、弱っ。オッケー、オッケー。バギマン80だもんね、さっきね。いいダメージだ。癒しの雨の効果が消えてしまった。戦う、戦う特技で、根持って特技でか、ハッスルダンスで十分でしょう。 OK。 で、バギマン OK。 もう1000円バギマン使わせなかったらベロニカ入れろって。いや、なんかもうピオリムとか入っちゃったからさ、から毎回暴走してくんのちょっとうざいんだけど。オッケー、いいね、いいダメージだ。ナイス、ハッスルダンス、ハッスルダンス、いいね、ハッスルダンス、いいね、いいじゃない。オッケー、それにオッケー。ちょ待って、ちょ待って、特技はやぶさ斬り、ハッスルダンスもいらねえだろね、もういらんよね。特技タップダンス、オッケー。まあまあまあ、これで終わりでしょう。いいね、オッケー。なかなか強かったな。なかなか強かったね。いいね、よっしゃ、イエーイ。よし、ガタ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 。まあレベルも結構高くなったから、おー2200、いいね。マルティナ31になりました。いいね、レベル的にもまあそんな低くないから。いいえ、さあゲットだ、シルバーオーブルをゲットした、ありがとうございます。きたー、きた、これ、きた、これ。ついに出たのね、まさかこんな時にオーブがあるなんて思ってもいなかったわ。次のノグ。さあ、ということで、今回はヘルコンドル戦ですよ。極楽挑戦か。ということで、無事、シルバーオブゲットということで、いやいや、ありがとうございました。ということで、今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価、などもお願いしますね。それでは皆さん。